ラスカサバイディのぶチャンネルです。9月の17日、現在13時30分過ぎですね。今日はね、いつもの席、お客さんが、先客がいるんで、ちょっと、カフェの前で撮っております。天気ね、こんな感じなんですよ。で、ここに来るのにですね、家からこっち向かっている途中で、バンビエの街中入ったらですね、見事に振られました。それでですね、ちょっと実家の方に雨宿りに行ったらですね、昨日あたりからちょっとうちの、ラオスの実家ですね、ラオスの実家はですね、改装工事始まってました。で、ボケーっとですね、その改装っていうのは今解体の状態なんですけど、解体してるのを見ててですね、あ、そうだと、これ撮らなきゃと思いました。いつも動画のことばっかり考えてます。そのラオス建築ですね、これをどのようにして解体していくかで、これの動画をちょっと解体現場に入って、カメラ回してきました。で、今ね、どんどん建築ラッシュで、ラオス国内で、新しいものを作って壊して、ビルド&スクラップですか、スクラップ&ビルドですか、でこれは繰り返されてます。で、それはどういうふうに、作業が進んでるかっていうのをですね、ご覧いただけると思います。ご覧ください、どうぞ。すんげえ、この瓦礫の山、これ今ね、あれなんですよ、僕の、ここは僕のラオスの実家なんですけども建物改修工事中です。ここのね、このスペースがね、僕がよく宿泊してた部屋なんですけど、もともと宿だったんですけどね、今宿業はやってないです。で、ここ一時ね、レストランもやってたんで、ここが厨房だったんですけど、厨房もですね、完全に取り壊しまして、この壁を、おい、徳ちゃんへ、ごめんにゃもう、ごめんないよ。これね、全部ね、ハンマーで、大ハンマーでぶち抜くんですよ。すごいっすよね。大ハンマーでぶち抜いて、ちょうどね、ここあれですね、一部屋、もう一部屋、二部屋分でのスペースですね。ここの白いタイルの部分、ここがバスルームでした。2000年のね、5月にオープンした宿だったんですけどね。で、ちょうどね、ここの前に、建物の前に、当時、ビエンチャンからのバスも、ブランパバンからのバス、で、ビエンチャンに行くバス、ブランパバンに行くバスが、ちょうどこの宿の前から出発してたんですね。で、今向こうに行ってる。今滑ったのが僕の弟なんですけど、彼、中学生だったのかな。で、彼に声をかけられて、宿泊したのが、ここのファミリーとの付き合いのきっかけですね。そして、僕はバンビエにドハマりする、きっかけになった宿です。元宿です。
なかなかね、これ力技ですよね。ちょっと表からね、どんな感じで壊してるかを撮ってみましょう。茶をタイでこういう変化で大丈夫さしろんかこれならレヘッパンチャイあとないとぷやおらいばりストレス溜まってる時はこれ最高です。はい、ちょっとアングル変えました。ね、こっちがお店で、こっちが駐輪場です。駐輪場じゃないんだけどね。勝手にあの駐輪スペースとして、利用してます。僕の愛車。で、あんな感じでですね、本当にあの力任せに壊します。壊した後、あの柄ですね。柄はね、まとめて、どっか運んでます。処分場っていうのはないんで、どっかのあの埋め立て地なんかにですね、これ日本的に言うとですね、不法投棄になると思うんですけども、ラオスはね、ちょっとまだまだそこまであの、なんすか、ゴミ問題がですね、まだ手が回らないんで、そうっすね、造成してるとこなんかに、投げ込んでると思います。うん。まあ、生ゴミ、ゴミ回収もね、分別ないんですよ。もう何でもかんでも一緒くたです。それをですね、バンビエンの外れの方にあるですね、廃棄場があるんですけども、そこまで運んで、そこで、まあまあ、そのままぶち捨ててる感じですね。で、一応ね、火つけてね、燃やしてるらしいです。だからもう何でもかんでもね、燃えるもん、燃えないもん、もう一緒くたで処分してますね。この辺もですね、また機会がありましたら、カメラ回してみようと思います。とりあえずこの動画はこの辺で終了いたします。ご覧いただきありがとうございました。